ノイキルヒエンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す市で、保養地であり、クナイプ式水浴場の町である。ノイキルヒエンノイキルヒエンは、クニュル山地の南西斜面、シュバルム地方の辺縁部に位置する。市内をグレンフ川が流れており、市の上流部でブーヒエンバッハ川、市中心部でウルバッハ川がこれに合流する。最寄りの大都市は、カッセル。 マールブルク、フルダ、バートヘルスフェルトである。ノイキルヒエンは、北は、フリーレンドルフ、東はシュバルツェンボルン及びオーバーアウラ、南は、オットラウ、西はシュレックスバッハ及び、ビリングスハウゼンと境を接している。本市には、中核市区である、ノイキルヒエン市区の他に、アステローデ、クリステローデ、ハウプトシュベンダ、ナウジス、リーベルスドルフ、リュッカースハウゼン、 ザイワーツハウゼン、ビンヒエローデの隠式が属している。1655年に出版されたマテウス・メリアンの同版画に描かれたノイキル・ヒエン・ノイキル・ヒエンは、1142年に、ヘルスフェルト修道院の文書に、初めて記録されている。1331年から1450年まで、ツイーゲンハイン白霊・それ以後1867年までは、 ヘッセン白のアムとノイキルヒエンの首であった。1368年にこの町は都市圏を授けられた。この町は中世に何度も火災に苦しめられた。特に1533年の大火では市内の3、4の家屋が犠牲となった。30年戦争では1640年11月15日に リーベルスドルフ集落のわずか数百メートル北西で、フランスの軍勢とツイーゲンハインの市民兵を加えた、ザクセンバイマル軍とハンスルドルフ,フ・ホンブレダ率いる皇帝軍との間で、リーベルスドルフ・ァーベルクの戦いが行われた。この戦いで、数に勝る皇帝軍は敗北し、ブレダは300人の部下と共に落命した。伝承によれば、ブレダは、 1539年に組織された、ツイゲンハイン市民兵の司令官であるフェルテン・ムーリーの、銃弾で死亡したと言われる。1883年に、ツイゲンハイン市民は、ブレダが亡くなった、場所、現在の連邦道 B454 号線沿いに、オベリスクを建てた。フェルテン・ムーリーがブレダを射殺した、この場所には、それ以来スリムな石柱が立っている。 1807年から1813年までのベスト・ファーレン王国時代にはこの町はヘルスフェルト・カンク、関東ノイキル・ヒエンの行政府所在地であった。ノイキル・ヒエンの市議会は31議席からなる。ニコライ協会ノイキル・ヒエンで全国的な知名度を持つのはサッカーでは SC、ノイキル・ヒエンのトップチームである。かつて4年間にわたって 当時のサンブリーグに相当するレギオナルリーガでプレーした。2007年からはザイガーツハウゼンとノイキルヒエンとの間のノイキルヒエンの森にこの森を横切る4つの異なる距離のコースを有するノルディックウォーキングパークが設けられた。即帰タイプライター協会ノイキルヒエン 1980EV この街は即帰タイプライターサークルノイキルヒエンで広く知られている。 このサークルの加盟者は多くの世界大会に出場し何度もドイツチャンピオンとなり数多くのヘッセンチャンピオンを輩出している。ノイキルヒエンの死の公文書はヘッセン州立マールブルク文書館に所蔵されている。資料はほぼ完全に公開されておりオンラインで閲覧可能である。2006年以降はプロノイキルヒエン EV と称している経済団体は 経済の面だけでなく、文化的あるいは観光の面からもこの町の発展に貢献している。ノイキルヒエンは、連邦道 B454 号線沿いに位置している。この町は、北ヘッセ線交通連盟に加盟している。ありがとうございます。